コルディアド・デ・カンドラとは、紫化柿鉢社の貴族の落葉性、高木の一種である。分布域はメキシコなどの中南米で、果実は食用となり、ザラザラした葉は、ユカタン半島のマヤ系先住民により、掃除道具として使用されてきた。また、コルディアド・デ・カンドラから得られる木材は、ジリコテとして、国際的に流通している。ザプラントリスト並びに、クアトロキでは、 コーディア・ドーデ・キャンドラ、a d c のシノニムとして共通しているのは、C ・アンジーア・カーペ、エイリッチと、プレター・ステフィア・アンジーア・カーペ・ミアーズであり、ザ・プラントリストはさらにリシュカーディアム・アンジーア・カーペム、カンツと、L ・ドーデ・キンドラム・カンツも、シノニムとしている。一方、ハスラーは、C ・ドーデ・キャンドラと、C ・アンジーア・カーペを互いに、独立の種としており、前者のシノニムは、c ヘケイディクンドラロアスとエルドーデッキンドラム、後者のシノニムはエルアンジーアカーペムとピーアンジーアカーペとされている。ザプラントリストとハスラーのシノニムの扱いの違いを表にまとめると以下のようになる。中南米に分布し、原産地であるメキシコのユカタン半島をはじめとして、メキシコ南部、グアテマラ、ベリーズのほか、ホンジュラスやキューバ島にも分布している。放置するように、 全部位に利用価値があるため、野生のコルディアドデカンドラの数は減少している。コルディアドデカンドラは高さ30メートルにまで成長しうるが、普通はそれよりも低く、小さな木となる。このようになる一因としては、隣木に成長を阻まれることが頻繁にあるというのが挙げられる。樹幹は広いが樹幹は短くて、節がなく、まっすぐ伸びている。若い枝は太い。 葉は円形か先端と木太が生倉型で横長かほぼ球状の洋芯を持ち長さ6から1 5トルの幅4から8センチメートルで両面とも非常にザラザラしており下方に硬い毛が見られる繊維質で円は全円もしくは芯波状である葉は花が咲く頃になると落ちる花は週三毛や円水毛となるは1から1 3センチメートルで 頂点が切り詰められた感情であり、無毛かまっすぐな密着した毛が散らばった状態で、わずかに見られ、頂点付近と列辺上は鉄色である。果敢は、大々色で12から16列の星型あるいは、ロート上で、長さ3から5センチメートル、直径2.5から3.2センチメートルである。湯水の数は、果敢列辺の数と同じぐらいで、花糸が、 基部から1 5センチメートルばかり髪型の地点で、下関頭部上に不揃いに挿入されている。脂肪は卵型である。この花は美しいと評される。果実は果肉が多く卵型、先端の尖った角化で、長さ約2から4センチメートルで、小さいグワバの実と同じほどであり、壺状の額の中に囲われていて、熟すにつれて緑色から黄色に変わる。 果肉の中には固く木質化した明るい茶色の塩水状の袋があり、これに1から2個の種子が入っている。結実は、メキシコのチアパス州トゥストラグティエレスにおいては5月から8月にかけて、同国ユカタン半島においては、最盛期が4月から5月にかけてである。この実は、食用となる。種子は東卵型から非新型で、横に平たくなっており、 長さ1から1.5センチメートルの幅5から8ミリメートルである。コルディアド・デカンドラは様々な部位が多種多様な用途に用いられる。ジリコテ材コルディアド・デカンドラから得られる。紅葉樹材はジリコテとして国際的に取引が行われている。ジリコテ材の外観はウォーカーによればモクリはウォルナットに似ており、クルミかクルミ属かシュグルミから得られる。 ヨーロピアンウォルナット材の波状の模様と豆かツルサイカチ族の何らかの樹木から得られるローズウッド材の硬さと色を合わせ持っている。ただし木工家の河村樹生はウォルナットに似た波状の模様と言われることがあるけどあまり似ているとは思えないと述べており河村西川は上から見た場合の木肌は菊のような文様に見えるとしている木材の色は濃い暗褐色で これ落ちに黒い島が入り、漆を塗ると、柿の木から得られる、黒柿材と見間違えるほどになり、黒柿材の代用材となる。放射組織が現れている箇所では、銀色の斑点が見られる場合がある。肌目は、生から中葉で一定している。偏材は、対照的に単色であり、アクセントとして活用される場合もある。性質に関しては、非常に硬くて強く、 気間比重も0.65から0.85で非常に重い。乾燥は表面割れを起こす確率が高く難しいが、一度乾燥させた後は非常に安定する。耐久性は中央で6炉在庫にも向いているが、個体によっては石灰分を大量に含むものもあり、6炉加工中に真っ白になっていき、刃がすぐに切れなくなってしまう。しかし、 石灰分のない個体であれば引きやすい。研磨すると良い光沢が出るが、油分が感じられ、サンドペーパーで磨こうとしても削りにくい。用途としては、家具、キャビネット、はめ板、住宅内装機辺、重傷フローリングの材料、床柱、仏壇、課題、楽器材、化粧短板が挙げられる。このうち楽器材に関しては、音響効果や、 美しさからギター製作において評価されている。日本語における木材としての故障には、シャムガキやゼリゴテというものも存在するが、カキは、カキの木下であって本種が属する、紫下ではない上に、産地も分布において見られる通り中南米であって、シャム、つまり現在のタイとは、何の関係もない。メキシコのチアパス州シナカンタンのマヤケ先住民の一派で、ある、ゾチル人は、 コルディア・ドデカンドラの実をベンチやスリングショット、柵の柱作りなどに用いている。コルディア・ドデカンドラの実は食用となる。生の状態のままではいささか味気がないのでマーマレードやシロップ付けにして食べる。また、種子も食用となる。コルディア・ドデカンドラの硬く、驚くほどザラザラとしたサンドペーパーのような質感の葉は床ン半島のマヤ人により、 伝統的に鍋を洗って磨く際や植物の実から作られた器の手入れをする際に用いられてきた。コルディアドデカンドラの樹皮あるいは花の煎じ薬は呼吸器疾患に対して処方される。また咳や風邪に対しても用いられる。世界的にグアテマラ、ベリーズ、メキシコ、単にウォルナットといった場合、クルミかクルミ族のユグランスニグラから得られるブラックウールナットのことを指す。 出典のスターリングでは、ゴードと表されているが、マヤ語族の一つである、ソチル語では、ゴードと英訳される単語として、バックがあり、これは、植物名としては、ノーゼンカズラかの福部の木という標端とは、生物学的に全く異なるものを指す。したがって、マヤ文化圏に関する英語文献において、ゴードと記されていたとしても、それが標端性の容器である保証はない。 エドワード・ジョン・マイヤーズ動物学者ア、ジョン・マイヤーズ植物学者。ABCDEFGHIJKLM。スターリング。ABCDEFGHIJKLM。ウォーカー。メイプスボスアート。ABCDEFGHIJKL。チャーベス・キー・ニオネス。ABCDEFGHIJKLM。ロジャス。ダラ。ABCDEF クナオ。河村。西川。ウォーカー。 abcdef 河村西川河村西川 ab 河村西川 ab ブリードラブアンドラクラン ab ラクランラクランクアトロキ abc ロジャスララオースティン英語スペイン語日本語ありがとうございます